こんにちは、藤子です。アクトレイズアルネサンス続きやっていきたいと思います。さて、そろそろアクト2に挑める頃かなと思いますので、ちょっと街の様子見ていきたいと思います。はい、やってきました。さあ、だいぶね、一番高い文化レベルの家も増えてきたかなと思います。水田もね、広がってて、だいぶ発展した感じになってますね。じゃあちょっとクエスト見ていきましょうか。クエストは今なし。しばらく待ってれば出てくるかな。来ましたね。神よ、私はテディに教わりました。未来を信じ、変えようとする心を。強大な敵、ウルフ・ゼッペリンがいる限り、この地には平穏は訪れません。そのために私にできることは何か、どうか道をお示せくださいませ。お前の心の力が英雄としての運命を目覚めさせたかのように、人々の心の力が神の本来の力を呼び覚まします。ブラッドプールを守り、発展させるのです。いずれ時が来れば、神自らがウルフ・ゼッペリンを滅ぼすでしょう。わかりました。その明日を信じ、私はこの町を守り抜きます。必ず勝ちましょう。人口350人。はい、もう今484人いるので、とっくにね、達成してますね。だいぶいいとこ住んでますね。我が城に似つかわしくない、なんとも鬱陶しい光。隠れる気すらない侵入者に会うのはこれが初めてだよ。一体何者だ？ お前自ら出向いたのか？ 僕は神のお使いです。サタンの手先たるお前に尋ねたいことがあってきました。お前からは人間の気配がします。かつてお前は人間だったのではありませんか？だとしたら何だというのだ？神の力であればお前を救うことができるかもしれません。神は人を愛するお方です。一度はこのように堕落したお前でも、お前自身が望むのであれば。うはははは、うはははははは。何がおかしいんですか？天使というのは滑稽だな。人に見えるというだけで同情せずにはいられないらしい。私はサタン様の夜の翼より生まれた、まごうことなきサタン様の眷属だよ。確かに私には人間の部分がある。この城のかつての主、ゼッペリンの体を取り込んだゆえにだ。この姿を大いに役に立った。誰にも気づかれぬまま城主と入れ替わり、一人ずつ食い殺していくのにな。ひとときに食らい尽くしてしまったではもったいない。人間どもが明日は我が身と恐怖に怯え、生にしがみつく姿ほど面白いものはないのだからな。今もそうだ。逃げるかとどまるか、生贄を差し出すか出さないか、そんなことはどちらでもよい。私はただその過程を心意気まで味わいたい。飽きれば殺す。それだけのことだからな。神に感謝しなくてはなるまい。空になった久しい私のテーブルにまた素晴らしいごちそうを用意してくれたのだから。お前がどういう存在かよくわかりました。神は今にも力を取り戻し、必ずお前をほどろし、ほぼろぼしますよ。その時に泣いて後悔しても遅いですからね。突撃してきたな、お前。で、あ、取っちゃった。あ、また来たね。お、出た。張り切ってるね。聞け、ダニエラよ。今、この時、お前たち人間のひたむきな願いが、神の失われた誓いを呼び覚ました。悪しきサタンのしもべ、ウルフ・ゼッペリンは、神によって打ち滅ぼされるであろう。はあ、あ、ついにこの時やってきたのですね。神よ、あなたの揺るぎない勝利に、私たちの祈りを捧げます。あのダニエラを見てください。あんなにおどおどしていたものと同じ人間とは思いませんね。あの祈りに応えるためにも行きましょう、藤子様。生かされるんですね。まあいいでしょう。これでクエストが解放。よし、これを。まあ、もう行っちゃって、もう行くしかないので、行っちゃいましょうか。一回ちょっとワールドに戻って、
アクト2に、あ、これね、アクト1のね、スクロールも回収してきた。で、MP いっぱいあるんで、魔法ね、打ち放題だと思います。では、アクト2行ってまいりましょう。お、隣の砂漠がよく見える。白ステージですね。あ、いきなり炎入ってきた。あ、またなんかある。はい、魔法発動してますよ。魔法選択もしてますよ。はい、知ってる情報だった。うん。あ、出た、これこれでも下とか上とかいたらなんかあるんじゃなかったっけな。ほら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 、ある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 。あ、投げてきた。来た来た来た。スクロール、よし、あと2個。はいはいはい、そうは許しませんよ。お前が飛んでくるの知っとるんだ。これ上はね、確かやばい気がする。ほらほら、危ない。おい、慣れたもんですよ。もう一応回収。あ、ちょ待って。絶対やれそうだ。もう一周しなきゃいけなくなっちゃった。うわ、配置嫌な感じ。あ、でもこれやっぱ植え付けが非常に便利。MB、HP 減ってなかったらよかったか。でもいっちゃえばいいんじゃない。あ、これで、あ、やばいやばいやばい、ジャンプしちゃった。中間取れて、出た、落ちるやつ。あっ、ちょ行っちゃった。おいいが、絶対これは何かある。スクロールかな。スクロールでした。あと1個、絶対さっきのやつだよな。あ、違う違う、これダメなやつ。何のやつ。あ、でもこれ敵がひるんでくれるのはありがたいな、やっぱ。あ、そうはいくか。これ上上がれるわけではない。これでもいけない、いけない。あ、いけた。え、何この分岐。右。どっちだろう。とか前はやるとこにいんな。はい、あ、正解じゃん。あ、やった、スクロール全部揃った、よかった。これで全部で4つとか入れたらどうしよう。
まっすぐ正解。もちなんかロックマンのやつみたいだな。ロックマンにこういうとこあったな。あ、いややべ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、それむずい。あ、やばいやばいやばい、焦った。あー、じゃあやっぱ1回上、右上、1回上か。待て待て、ああ間違えた間違えた。よしよし、ちょっと HP 減ってるな。回復してボスかな。2個目の後はボスっていうイメージ。来た来た来た、ウルフゼッペリン、バックステップ、月夜の魔貴族、あ、そういう感じか。これは別にそんなでもないんじゃないか。あ、これやだ。遠いよー。そう、回した。これに当たんないじゃん。で、これ、押し切る、これは。変身でしょ？あ、違う違う。危ない。危ない。もう一撃。ああ。変身。うん、どっちがいいんだろう。なんかアクト2の方が、ああ、直で、ちょっと待って。よし、あと一撃。上から来るのやめて、上から来るのやめて。これでいける。よし、一発。いやでも危なかったな、結構ギリギリだったな。まあ咳がしたってことは、お、来た来た。え、なにこの文字。ウルフゼッペリンがこれ破れた、倒れた、なんだろう、見たことない字だ。我らが神の勝利だ。あ、神よ、私を支配していた長い呪縛からついに解き放たれたような心地です。私はこのブラッドプールでかけがえのない人々を守り生きていくことでしょう。ですが同時に私に宿った使命はあなたと共にあります。その証としてこの宝玉を捧げます。これ青ですね。藤子様、ウルフゼッペリンを見事倒しましたね。藤子様、僕ちょっとだけ思ったんですけど、ウルフゼッペリンは本当に長年地下に住んでいたダニーラに気がついていなかったんでしょうか。これはもしかしたらなんですが、あいつの中にはやっぱりどこかに人間の心が残っていたんじゃ。いえ、きっと気のせいですよね。忘れてください。これで、おー、ゲッツで、神もレベルアップ、レベル6。おう神よ、ブラッドプールの地を脅かす脅威は消え去りました。どうか他の地にもブラッドプールのような安らぎを与えください。ここの人間たちにはもう神の手助けは必要ないみたいですね。さあ藤子様、新たな場所へ向かいましょう。さあこれで、ブラッドプールのに平和がね戻ったということで、みんなねくる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 神殿の周り回ってますね。で、今、クエストは、
特にないみたいですね。これ本当に何もないのかな。ちょっと様子を見てみますかね。フィルモアの時なんかは最後少しクエストが来たんですが、発展もしないな。もうこれで本当に終わりでいいのかな。またどっか行って帰ってきたら何かあるのかな。はい、ただいまフィルモアに来ています。ブラッドプールからのね、米の技術を伝えて、畑を全部一新したところ、人口が602人まで増えました。これマックスかもしれないですね。今のところこれ以上増えないので。で、先ほど魔軍の侵攻も倒して、ヒロトスの区域の書をね、手に入れたので、これで、OKOK、レベル10になりましたね。ダニエラのも使っておきますか。レベルが7まで。2人とも分かりましたね。そして、クエストも、さっきこれですね。ドラゴントゥース討伐って、ね、マンドラゴラ討伐。これ、アクト1、2でね、わざわざ中に入って倒さなきゃいけないやつですが、ちょっとやってきました。で、残るは、大海原へ、っていうのが残ってるんですが、こちらはまだなんか多分コンパスを手に入れなきゃいけないんですけど、まだ持ってないので、これはまあ後回しってことになりますかね。で、ちょっとブラッドプールの方を見ていきましょう。さて、こちらは今、こちらまだ500人ですね。まだ農地が1個行くはずなんですが、農場建てられる場所がないのかな。いや、だとするとここな気がするんだよな。潰してみるか。この辺。なんかここに農地が建てられる気がする。これで600いくんじゃないのかな。畑が建てば。ちょっと待ってみましょう。おっと、なんかその前に来た。お、神よ、今この地の人々の心はかつてないほど荒んでいました、しまいました。協力し合うべき隣人同士が何かにつけて争い、いがみ合い、急激な町の発展はブラッドプールの民から心の余裕を失わせてしまったようなのです。神よ、愚かなる我らに、どうかあなたの祝福を。人間たちにとって土地の発展は良いことのはずなのに困ったものですね。何か人間たちの心を和ませるようなものがあればいいんですけど、一体何で和ませるのや。で、これがクエスト。まあ、癒しの音楽を、授けられるものがないので、これもまたですね。すっごい悲しい音楽になっちゃった。人間たちが争いを始めたことで、ブラッドプールでは建物の建築や生産が止まってしまったようですね。人間たちの心を穏やかにする良い方法の心当たりありませんか。これはまたのどこかに行って取ってくる感じかな。せっかくぶっ潰したのに、あ、すげえ争ってる、ここで。めっちゃ戦ってる。やべえ、これ。ああ、大変なことになっちゃった。はい。というわけで神殿にやってきましても、まあ、もう、何もないですね。というわけで、ここでブラッドペプル編は一旦ね、終わりにして、次行きたいと思います。はい、次回はここですね。カサンドラ、砂漠地帯がメインになってくるみたいですね。さあ、次回からこちら、カサンドラを攻略していきたいと思います。ありがとうございました。